あの日、あの時、俺にとってかけがえのない一瞬がそこにあった。俺一人を守るために命がけで行動してくれた大事なかけがえのない仲間たち。そして無力な俺たちに力を貸してくれた人。ミロと名乗ったその人とは、その日会うことはなかったけれど、よくも俺の目の前でルーリア。あの時のことは今でも強く覚えている。あの時彼女は、ミロは言ったんだ。みんなを守れるのは俺だって。そう、これは俺だけの使命で、運命なんだ。俺らもう高2だよ。12秒じゃ済ませらんないだろ。気張りすぎるな。みんなあの時みたいな子供じゃないんだ。よく聞いて大輔君、あなたたち5人にいつか大変な危機が訪れるの。その時みんなを守れるのはあなた。何があっても忘れないで、あなたがみんなを守るの。なんだよこんな時間に。終わりと始まり。ついに来た。くざけんな。俺はミロの言葉を信じる。いつか必ず何かが起きる。そして今日こそ。いきなり乗れって言われても。スーツはないが心配はない。脳神経や手動はかったりのはず。装着型戦闘システムストリームパレット。堂島大輔、ようこそ2388年。大輔堂島か。お前が乗り越えるべき危機は、みんなを守ると誓ったお前の敵とは未来だ。